はい、皆さんこんにちは。毎日折り紙です。本日はですね、こちらの折り紙を紹介していただきたいと思います。花柄の千代紙で、まあ、フラワーって書いてあるんですけども、柄付きなのに、この各、まあ、4色あるんですけど、100枚ずつ入ってます。100枚ずつ、ちなみに15センチの折り紙です。で、購入元はこちらですね、ダイソーさんです。ダイソーさんの折り紙で、折り紙番号が47で販売されております。47は、はい、ね。ね、で、まあ、紹介する理由としては、なんかね、最初安っぽいなって思ったんですけど、100円で、通常の折り紙だったらいいんですけど、柄付きの折り紙が100枚で100円っていう、すごいコストパフォーマンスが良くて、柄がすごい気に入ってて、まずこのトップのこの柄、これがね、あの、バラ。うん、質感も悪くないです。ね、この全身にバラがバーってある感じ。次が、こんな感じでひまわり。で、これはなんかいっぱい変な、いっぱい変なじゃないね、いろんな花がペイントされた柄。それのちょっと違うバージョン、はい、っていう感じで、安いのに柄の種類が綺麗で枚数も多いっていうことで、今回ちょっと紹介させていただいてます。すごいでしょ。これで100枚入って100円だからね。これね、お花はね、本当にいっぱいバーってあって、例えばこれで、で、あと紙質はちょっと硬、まあ普通硬くもなく柔らかくもなくなんで、折り紙としては折りやすいタイプですね。ただまあおすすめは、あと入れ物とかなんだけど、ちょっと入れ物にしちゃうと若干弱いかな、紙質的に。でも、これでちっちゃな小皿とか作ったら結構綺麗でね。あとは箸置きとかね、こんなんも、これで箸置きとか、例えばこれは柄をうまく白とこの柄だけっていうのを利用して、そうね、ナプキン系、あとは、まあ、コースターか、コースターなんてこれで作ったら綺麗なんじゃない？実用性があるからっぽいのがすごく良くて、で、100枚入ってるんですよ。なんでこんなんね、正直、ワンセット持ってれば、全然ずっと使えるような感じじゃないですか。それが100円で買えるんで、これはね、花が好きな人、で、花が好き、折り紙が好きっていう人はもう、絶対買っといた方がいいと思います。はい。こんな感じですね。質感は普通です。折り紙の質的には普通。そこまでいいとは思わないですけど、柄とコストパフォーマンスが素晴らしい折り紙ということで、今回ご紹介させていただきました。はい。ぜひ、ダイソーさんに行った問いは探してみてください。もう一度。ダイソーさんで、D045、折り紙ナンバーが47という感じですね。はい。見えるかな？はい。これ、ピント変わらない。D045、折り紙47という感じになりますので、ぜひ、ダイソーさんに行った際は見つけてみてください。では、これで終わります。さよなら。